地域を調べ、新聞を作ることを通じて自分たちの暮らしを知る飛び出せ学校。今回は中津市美保小学校です。中津市には北原人形芝居という鎌倉時代から伝わる伝統芸能があります。子どもたちの通う美保小学校では伝統を守り伝えるための人形クラブがあり、毎年2月に行われる舞台公演に向けて週1回の練習に取り組んでいます。大丈夫です。今回子どもたちは北原人形芝居の歴史と伝統に関する知識を深め、地域の素晴らしさを伝えるために新聞作りに挑戦します。頑張るぞ。初日の今日は新聞作りの基本のお勉強。大分合同新聞社中津支社の宇都宮記者が教えてくれるよ。読んだ人に、見たことがない、行ったことがない人にもきちんと伝わるように写真を撮ることです。どういう場面を撮ったらいいのか、どの角度から撮るのがいいのか考えて写真を撮ることが大切です。これ使ったことありますか？で、シャッターはこれです。これグッて押してみて。記事の内容が分かりやすくなるように写真を撮ろうね。で、皆さんは普段作文を書くときに長く書くことに苦労していると思いますが、新聞は逆に簡潔に書かないといけません。限られたスペースにできるだけたくさん情報を入れるため、一番言いたいことを最初に書きます。大事なことというのは、いつどこで誰が何をしたという一番書かないといけない情報です。で、その後にこれはこういうものでこういうものでということで、重要度が低くなっていくことほど最後の方になっていきます。いつどこで誰が何をした、なぜした、どのようにしたかということを意識して聞くようにしましょう。新聞作りについてしっかり勉強できたかな？この次の取材に向けて北原人形芝居保存会の沢村さんにお話を聞こう。北条時織さん、この方が鎌倉時代に北原人形芝居をお気に入って一つの業として生活しなさいって、そういう指導をされたわけです。人形芝居を奉納するとですね、病気もそれから火災もそれから穀物も、米やら麦やらいろいろ野菜なんかもよく豊作がずっと続いてですね、で万年続けていきましょうということで願をかけているようになったのが、さっき書いていました万年願ということの誇りでございます。伝統ある芝居の歴史を知ると取材にもやる気が出るね。準備は良いでござるか？万年願ができたわけとかはあんまり知らなかったから、とてもいい話になったし、人形芝居があんなに古くからできていたとは知らなかったから、とても良かったと思いました。書き間違いや言い間違いがないようにちゃんと最後メモでまとめといて、ちゃんと記事が書けるようにしていきたいと思いました。カメラの撮り方とかインタビューの仕方をいろいろ分かっていきたい。私は人形芝居を習っているけど、なぜ人形芝居ができたのかとかが分からなかったので知れてよかったです。人形の良さとか扱い方などを教えていき、伝えていきたいです。次回、子どもたちは取材へと出かけます。今日は学校を飛び出して取材に行くでござる。前回取材した北原人形芝居とは別に、実は中津市にはもう一つ
人形を使った文化財があるのです。それは古陽神社に伝わる九月の舞と神相撲と呼ばれるものです。神秘と謎の文化財九月の舞と神相撲、その秘密を解き明かしてくれるのは古陽神社宮総代の伊藤田正明さん。みんなしっかりお話を聞くのじゃぞ。そして勝ってね、やっつけて、みんなをやっつけてね、勝って帰ってきた、凱旋して帰ってきた、その時にね、舞を回ったり相撲を取ったりした行事が行われたっていう。1300年前の私たちの祖先って言ったらね、藁の穴蔵の中に巣を作って生活しているような、イノシシが生活するような生活をしよった時代からずっと行事が続いてきたっていうことがすごいことだよね。国が作ってくれてね、そしてこの中に直してあるんですね。宝物殿にある九月人形を見せてもらおう。これに着物を着せてるんでね、手が2本動くだけ。いい表現しよう。舞う人形っていうのはこんなんだってね。でこの指でこうして動かすだけしか動かない。これはね、400年も経ってない相撲取りや。古い人形がいっぱいあったんよ。ボロボロになってるんですよね。まあ本当に1000年経ったんやろうなと思うような人形があったんだけど。次々に出てくるお人形さん、全部でおおよそ80体あるそうな。持ってみるか。貴重な人形を特別に触らせてもらったよ。どう？どう？いや、いいかな。もう一度境内に出たら質問タイム。今のうちにわからないことを聞いておこう。60歳の人も加わらんと手が足らんっていうような状態になってるよね。で、とても心配になるね、将来がね。どうぞ続いていくように、この北根を村が栄えるような村になってほしいなと思う。人形が何年前から続いているとか、伊藤田さんの話がとてもよくわかりました。いろいろな人形やなんか神などが分かっていい勉強になりました。意外にちょっとだけ重たくて、あれかなんか絡まりやすかった、糸とかが。人形の歴史やどのくらい前から続いているとかがよく分かりました。もう誰が読んでも分かりやすいように詳しくまとめて新聞を書きたいです。原稿を書くためのヒントは発見できたかな。次回はいよいよ新聞の記事作りだってばよ。前回までの取材内容を新聞記事に仕上げていくよ。今日は新聞の見出しを考えよう。大分合同新聞社整理部の川津記者が新聞作りの極意を教えてくれました。見出しっていうのは、言ってみればその記事の目次みたいなものなんですね。その記事が何について書いてあるかっていうのを、記事を読む前に見出しを読んだら何の記事か、何のことに書いてあるのかなっていうのが分かるためのものです。その記事をまとめて何の話について書いているのかなっていうのを伝えるためのものなので、できるだけ短く短い言葉で伝えるっていうのが大事です。北原人形芝居は中津を代表する有名な伝統行事です。原稿を発表して内容に合った見出しを考えよう。7キロから8キロあるそうです。また上に落ちる。それじゃあルールに気をつけて見出しをつけてみよう。伝統は隠されへん。文字数に注意して
1,2,3,4 伝えたいことをうまく字数制限内に収めようね。出してくれたのはこれですね。じゃあ墨出しはこれで決まりでいいですか。みんなの案をまとめた趣味出しが決定しました。続いて記事の込み出しもチェックしてもらおう。ここがちょっと気になるところではあるんですけど、これ多分この2行見出しので考えてくれたのかな。でそれもいいんやけど、こっちだけでも十分伝わるのかなと。皆さんいいですか。全ての見出しが決まりました。手に取って読んでみたくなるね。見出しの付け方や見出しのルールなどがよく分かりました。どんなことを調べたのかとか、分かりやすいような新聞を作りたいです。そして原稿提出の日、新聞記事を完成させよう。川口社からアドバイスをもらい作業を進めていくよ。昔の漢字を多分わざと使ってくれたんだと思うんですけど、一応新聞の紙面上ではちゃんとした糸編がいいかなと思うので。見出しの文字とイラストは分かりやすくね。見やすい色使いに注意して作業を進めよう。カラフルなイラストと見出しが出来上がりました。地域の方に取材をした時が楽しかったです。文などが長くて大変でした。それに絵も色や色を濃く塗らなければ悪いので大変でした。小さい学校だけど、いろんな行事や、伝統文化があることをみんなに知ってほしいです。次回いよいよ子どもたちの新聞が完成しますよ。僕たちで作った新聞のいいところは、みんな絵を分かりやすく綺麗に塗っています。絶対見てください。イエーイ。ついに子どもたちの新聞が完成しました。11月から、取り組んできた、新聞局が、もう、卒業前にしていよいよ今日、記事そして絵とかね、簡単なのが出来上がるのです。文字がなんかいい感じにあるよ。なんか変な感じがする。自分の描いた絵がみんなに見られるから。Thank you.
最初はどんな風になるのか不安だったけど、みんなが協力してやったからとてもいい新聞ができたと思います。一番大変だったのが取材の時にいろんな場所に行ったのですごく大変でした。いろいろたくさんの人に見て知ってもらいたいです。雇用前とか知らない人や知ってる人でもいろんな人見てもらいたいです。子どもたちは14人は、こうずっと少ない人数でやってきましたので、結構こうお互いに頼りがちな、そういう面がすごくあったんですが、この新聞作りの中で一人一人がこう考えたりとか、あとはアイデアを出してこう友達とこうしようやとかいうことがだいぶこう言えるようになってきたかなというふうに思います。ふるさと の、 美保小学校ですごくいろんな、私も一緒に新聞作りやってみてすごくいろんな伝統があったり文化があったりすごくいいところだと思うんですが、それをふるさとを愛すっていうところはいつまでもやっぱり忘れないでいてほしいなというふうに思います。他のこう美保から出て行ったりとか大分県から出て行ったりした時に自分たちのふるさとってどんなところって聞かれた時には、こういういいところがあるんだよっていう具体的にこう言えるような子どもたちであってほしいなというふうに思います。